吉田口駅は、広島県秋田方市高田町に大原にある、西日本旅客鉄道芸備線の駅である。駅名は、旧高田郡の中心地である、吉田町への入り口であることに由来している。駅は、実際の吉田町への入り口にあたる場所よりも1キロメートルほど、南側に位置している。これは、吉田町への分岐線を建設することを考慮したためで、ある。駅自体は小さく、 また吉田町中心地区からもかなり離れている。かつては急行列車の一部が停車していたが、急行列車の運転末期には全列車通過するようになり、現在は快速三好ライナーも通過となっている。秋高田方市発足当時は同市の代表駅であった。芸美鉄道は技術的事情により高田郡の中心地である。 吉田町を通らないルートでの建設が計画されたが、吉田町は町の存亡に関わる問題として、吉田町を通るルートでの鉄道建設を強く求めた。吉田町は複数の代替ルート案を示すなどしたが、いずれも技術的に困難とされ、最終的には吉田町の入り口に当たる駅を設けること、駅は 将来的な吉田町への分岐線の建設が容易であるよう南寄りに設置することを条件に、吉田町を通らないルートでの鉄道建設を認め、当駅が設置されることとなった。上述の通り、当駅は単に吉田町への入り口駅として、設置されただけではなく、将来的な吉田方面への路線の分岐駅となる、ことも意図されていた。1922年4月11日に、 鉄道布設法が改正されると、広島県吉田口付近より大浅付近に至りる鉄道として、当駅から吉田町を経て大浅町に至る鉄道が予定線となった。その後、この区間の鉄道布設を目指した原石鉄道が1927年2月12日に設立されるなどしたが、着工されるには至らなかった。 島式ホーム一面二線を持ち列車の行き違いができる地上駅である。線路西側にある駅舎は集会所との合築でプラットハウスと名付けられてお好み焼き店が営業している。この駅舎を建てたのは旧吉田町ではなく旧高田町であり、地元の小原地域振興会が指定管理者となって管理している。駅舎からホームへは校内踏切で連絡している。 広島駅管理の簡易宅駅であるが、休業中のため現在は無人駅状態である。再開時期は未定。1日平均の乗車人員は以下の通り、以下はかなり離れている。ありがとうございます。